令和メイクポップティーン編。よいしょー。ポップティーンの1月号を買いまして、はい、高速すり抜けメイク、おお、ちょっとやってみたいなと思って。学生さんとか見てると思うから。そうやね。でしかもさ、雑誌を見ながらさ、メイクするってめっちゃ久しぶりじゃない。あ、そうか、みんな学生時代とかそれでやってたしね。そうそう、やってたやんか。今の私のアイメイクは、うん、高速バチ止まりメイクなんで、そうです。あ、ダメです、はい、はい、ダメ、はい、帰ってって言われるから。そうやな。すり抜けメイクもちょっとやってみたいなと思って。確かに見たいかも。学生さんとかね、絶対そう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 使えるし。あげー、フロック一つでメイクできるらしいねんか。あ、そうなん。そう、ギャルやけどナチュラルめのやつ紹介します。ちょっとだけ止められるかわからん。一回つけてみるわ。カラコンで止められたら終わりよ。そうやねんな。でもな、やっぱちょっとだけ攻めたいやん。ちょっとね、やっぱり。そう、ちょっとだけ自然やけど、なんかちょっとギャルみたいな感じやねん、これ。どう？止められる？あー、高速による？学校によるかもな。学校によるかも。でもこれめっちゃおすすめ。私が先生やったら OK やな、このナチュラルさやったら。エルフの春は OK 出すの。エルフの春ゆるいからな。ここ4種類ぐらい載ってんけど、どのメイクも可愛いねんな。やっぱ学生さんね、学校でもメイクしたいもんな。そう、バレへんけど漏れるがいいよな、うん、ちょうどナチュラルな感じでね。そう、可愛いもんな。可愛い、制服に合うやろうしな。それ制服と相性が大事なんやこれ。これ今の私でもいけるってことやろ。そうやろな。のう、だから痒いだしな。漫才ツッコミ専用メイクとか。違う違う、私しか多分使わんて。それこれ A、B、C って書いてくれて、うん、A と B を混ぜて二重幅にぼかす。うわー綺麗。うわ、オレンジめっちゃ綺麗。おー、ふんわりつく感じがめっちゃ綺麗。むっちゃええやん、この。え、これ付録？オレンジとこのゴールドやからむっちゃ綺麗につくんやけど。めっちゃいいよ。めっちゃいい。自然にでかい。ほんまにふんわり。え、これマジ付録？そうやで。やば。え、この3種類でもう何でもできるやん。マジ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 。ちょっと読みして。で、A を薄く。あら、いい感じなんじゃん。鼻の色からできた。うん、黒目下、うんうん、にちょっとふんわりぼかして血色をつけるための工程やし、ね、すげえな。すごっ。だって今のところ A と B の2色だけで。2色だけ楽しいな。もうおい、あげー。あ、もう重い。かわいい。しかもめっちゃかっこいい系にもなりそう。なる感じが。色の付け方での、うん、BC 混ぜてリップ。すごい。うわ綺麗。うわほんまや。あ、めっちゃいい色やん。すり抜けてる。自然にほんまに自分の素材をパツ出すというかさ。うん、でもめっちゃ終わった。めっちゃ簡単やん。簡単。あさって学生さんめっちゃ大変やん。時間ないね。みんなやっぱり。時間ないね。工程もないっぱい多かったらもうパーって丁寧にやりたいし、これ1個でいけてんけど、10分もかからんぐらいでできたもん。かからんかったな。なあ、春がもうこんな意欲的な初めてやな。そう、マジで欲しい。だってこれ3つでいけんねんで。しかも色めっちゃ綺麗。わかる、このオレンジめっちゃ綺麗ね。発色もええねんな。もうあとメイクとかさ、眉毛かとかちょっと足すぐらいで、スケールポイントを変えたり、ほっぺたのチークに使ってみたり、シャドウの色をちょっと変え、ゴールドだけとかブラウンかだけ使ってみたりとか。高速ってさ、ノーズシャドウってすり抜けると思う。危ないかもしれない。ノーズシャドウ入れるの無理かも。私ノーズシャドウ入れ方ちゃう。一旦入れてみる。まつげ上げたりとかしたりな。若干絶対足していいやろなあ。でちょっとアラメロ流で足していきます。はい、高速、もう約束はもう高速をすり抜けるやん。いや、もちろんもちろん。止められたらもう意味ないから。そうやな、止められそうになったら言って。うん、オッケー。もう分からへんねん、自分では。そう、自分では分からへんねん、もうどこで止められてまうか。オッケーオッケー。このサイズ感なのもめっちゃいいんやけど。制服の胸ポケットに入って便利だし。え、天才。学生さんのために
で今私たちみたいなさ20代の大人の人も使えるってさ、ツッコミギャルにも、私いつからツッコミギャルになった。まあ今金髪やからな、ちょっとないと、そこはちょっと甘めに見ますわ。ありがとう、その生徒指導楽勝やな。ガンガンすり抜けさせるやろ今。あと何やったっけ、マスカラ、マスカラ、え、黒のマスカラいいんかな、茶色とかのがいいんかな、自然やったら OK。 OK、 下地まず塗ります。だいぶのが好きや。でも多分、うん、まつげはみんなついてるもんやから、うん、捕まらんと思うねんな、ある程度長くても。あー、そうやな、そこは確かに。あ、ブラウン持ってきた。ブラウンの方がバレへんの。ブラウンの方が絶対バレへんの。バレへん、うん、あげー、自然な感じは。学生のみんなごめん、26やからディオールのマスカラ使おう。ほんとやね、生意気な。私26やねん。全然マウントダサいってね。いや、顔なんなん、そのほっぺた膨らますやつ。マウント達成。でも茶色の方がバレへんよな。うん、普通にいいぞ。やろ、やばい。そのアイシャドウの塗り方、そのギャルメイクの時でもええやんってぐらい発色してんな。いや、思った。確かに金髪じゃなくて普通にいけてまうな。そうよな、アイラインなしやな。アイラインはうん、引いてないな。そうよな、引きてダメです。ダメ、それはもう高速止めます。高速違反、はい、うわアイラインやっぱきつい。何それ、なんかいいらしい。へえー、前見せてもらって、どこで塗るの？カールズ族。あ、うん、これラメ置いたら可愛いね。あ、ダメですよ。それじゃキラキラした赤い。え、あかん。赤いよ。キラキラしたらもう高速。高速。お願い。違う。これも可愛いけど、ラメ置いたら可愛いで、ほらちょっとさっきの残りのラメがさ。わかるよ。そのこっから手加えて可愛くなるのも絶対やねんけど。今回やっぱ学生さんに向けたやつやから我慢できへん。ちょ、ほん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 、めちゃくちゃいい。不安やんだけど。なんで？確かにこれは高速いけるかも。全然いけると思う。ノーズいっていい？ちょっとバレへんように。バレたらもうアウトやで。うん、ちょっと一旦やってみて。そうやな、皆さんバレないノーズシャドウの教えません。あ、それはちょっといいかも。バレますよ。じゃ、バレますよ、それは。全員が親ってなってるから、それノーズシャドウは絶対昔から絶対バレる。ちょっと待ってよ、いける？あー、なんかいけてるな。やろ、ぼかしたら絶対いけんねん。ノーズはじゃあみんないけるわ。ノーズいけるわ、みんな絶対いけるわ。止められたらごめん。けど、アイシャドウだけでマジでいいけどな。入られたらちょっと入れてる。で、放課後、学校終わったらじゃあラメ入れよう。あ、そうやね。そうやな、そうしよう。ハイライト、ハイライトもちょっと入れてる。だってさ、まあ、スキピとかもいるわけよ、みんな学校で。もちろんよ。バレへんようにやってきたんけ。ほぼでももうギャルメイクに近いのがあるな、いい感じで。うん、でチークでもなるもんね。それこれ、あの別のメイクはチークで使っていただいてた。すいません、いたしてる？いたしません。先生、ちょっとだけチークだけポテってるやん急に。でもあった方がいい。ああ、でも綺麗、うん、可愛い。こう、うん、ほんまに高速すり抜けメイク完成。やったー。どう？めっちゃいい。大人っぽいな。ほんまや。うん、学校だけじゃなくてもさ、普段でもいけるくない？全然いける。そうやな、うん、ラメだけ足さして放課後。こっからじゃあちょっとだけ放課後。放課後、おまけで継続でね。おまけでじゃあ。ちょっとだけやらせてください。放課後メイクで。あげー！あ、ラメってそのガッツリラメね。
ピンクぐらいからアイライナーとしちゃうから。でもこれ黒いよ。これ黒いってたらなんかもったいない気すねんな。茶色ないの。茶色ない。でも逆にこれぐらいの方がいいかな。いや、うん、それぐらいが一番いいよ。うん。あ、じゃあ、わかったわかった。わかった。あのね、濃いブラウンで、やっぱね、これな、これだけやったらな、ちょっとな、目の形的にな、つり目っぽく見えねんか。こう。だから、ちょっとだけ落とすわ。濃いブラウンで。あ、ごめん、私26やからディオールのシャドウ使う。これは、もらったの？もらった。もらったんかい。え、なになに？どう落とすの？濃いブラウンで、なんかちょっとだけ、そんな技な目尻の方にちょっとだけ締め色でこの黒目の下にも濃いブラウン入れていいと思うんだけどな。どうやろう、これめっちゃいいやん、うん、学校残しながら放課後ちょっとまだ やってるよ今学生仲間として今頃ちょっとやってるよ。ごめんウィスじゃなくて放課後学校メイク完成。足したのはラメと濃いアイシャドウだけ。これでまたちょっと違う印象を与えられたんちゃう、うん、私が使ってるこのラメ ね、 あのね写真とかもぶち抜くのよ。どういうあのなラメってな加工とかしたら撮れたりなんていう入らへんかってさ反射とかで、うん、私が使ってるやつこれ写真ぶち抜くで、うん、あでもキラキラ入ることによってほんまに友達とそうプリクラとか、うん、素敵イエーイ学校頑張ってねみんな頑張ってぜひお手本にしてください。はいポップティーン最高ありがとうございました。ありがとうございました。ベアメイクビビ編私相方のことお化けって認識したないねハルってほんまじっと待ってくれるよな。めっちゃいいやんこれやな。これやな、うん。